ソフォニスバ、驚くべき女人、ソフォニスバ驚くべき女人、A、ザ・ワンダー・オブ・ウィメン、オア・ザ・トラジェディ・オブ・ソファニスバは、ジョン・マーストン作によるイングランドの戯曲である。1605年から1606年頃に、少年劇団によりブラックフライヤーズ座で初演されたと考えられている。第二次っぽいに戦争時に実在した女性ソフォニスバの、生涯に取材している。 カルタゴの将軍アスドルバルの娘ソフォニスバは、領主マシニッサと結婚するが、結婚初夜にローマとカルタゴの間に戦争が勃発したためマシニッサは、戦地に向かう。アスドルバルは、カルタゴを守るため義りの息子マシニッサの恋がたき、シュファクスと結び、シュファクスは、ソフォニスバを、マシニッサと別れさせて我が物にしようと企む。これを察知したソフォニスバは、 黒人の召使い、バングを自分の代わりに神女に送って、時間を稼ぎ、次女の残水屋と森に逃げるが危うくシュファクスに、交換されそうになる。ソフォニスバがナイフを取り出して、シュファクスを脅したため、シュファクスは諦めて、ソフォニスバを下がらせ、魔女、エリクトを呼んでソフォニスバへの思いを叶えたいと頼む。エリクトは、ソフォニスバの姿になって現れ、シュファクスの願いを叶えてやるが、 それに気づいた、シュファクスは激怒する。戦場で、シュファクスは、ローマ側についたマシニスサと一騎打ちで戦い、シュファクスが敗北して捕らえられる。シュファクスは腹いせに、ローマの将軍スキッピオに向かって、ソフォニスバを中傷し、ローマに対する謀反を煽る悪女であると伝えたので、スキッピオは、ソフォニスバを捕虜として、外戦の見せしめに、ローマへ連れて帰ることに決める。 マシニスサはそれを聞いて衝撃を受け、ソフホニスバは捕虜の地獄を受けることを拒んでマシニスサにもらった毒を飲んで自殺する。ありがとうございます。